はい、今回はですね、また白井くんと2セット目やっていきたいと思います。はい、この試合はですね、やっぱ終盤になるにつれて少しずつコートとボールに慣れてきたので、3ゲーム目ぐらいからですね、結構いい展開が、自分でも作れていると思います。はい、このハードコートはですね、本当に滑ってくるので、結構ファーストサーブ、いいサーブが入れば、お相手も結構取りづらそうにしている部分があるので、しっかりサービスゲームはですね、まずファーストサーブをしっかりコースついて入れていきたいところですね。これ2本フリーポイントで取って30-15。はい、ここのリターンなんですけれども、白井くんがですね、フォアハンドで、速いボール、低くて速いボールちょっと打ってきて、入ったんですけれども、すごい角度で、ちょっと返されて失点してしまいます。はい、で白井くんはですね、本当にフットワークがものすごいいいので、こういうボールもですね、的確に対応してきますね。ただちょっとミスが出て、これ40-30で、このゲームなんとか取りたいところですが、今みたいにちょっと後ろ体重でスライスを打っちゃうと、やっぱりボールに伸びがなくなって、今みたいに、厳しいボールを打たれちゃうんで、まあ、スライス打つにしてもですね、もっと前に前に、体重が乗るような打ち方じゃないと、ちょっと白井くん相手にはかなり厳しいですね。そして今のスライスもですね、ちょっともったいないミスで失点して取られてしまいます。さあ、このリターンゲーム、まあ、サービスがですね、1セット目同様かなり強力なので、このサーブをどれだけこう食らいついて返していけるか、今みたいにちょっとブロックリターンがうまくいけばなんとか、返る時も出てきましたね。このスライスはね、マジでね、もうきついですね。ちょっと厳しい。はい、やっぱスライスサーブが強力なので、どうしても左に意識がいっていると、今みたいに、フラットサーブとか、スピンサーブが右に来るっていう、この辺の使い分けがですね、めちゃくちゃ上手で、うまいです。でしかもフォームからはやっぱり予測がなかなかできないので、で今度はまた、左側のスライスサーブ、センターへのスライスサーブもかなり強力です。なんとしてもサービスゲームですね。またちょっと食らいついていきたいところですね。まあ、今みたいにちょっと、調子の悪いバックに少しずつ、攻めていければラリーでポイントできる可能性があるので、そこをなんとか今みたいに攻めていきたいところですね。これもなんとかバックに集めてるんですが、ダウンザラインにうまく持ってかれるっていう、調子が悪くてあんなにうまくストレートに持ってかれるのもさすがだと思います。もちろんダウンザラインもすごいんですけど、その前1個前のやっぱ角度をつけたショートクロスがとても効きました。まあ、サービスゲームなんですけれども、ちょっとやっぱ、攻めるとこう、今みたいにバックをしっかり攻めて、こうなんとしても流れ持っていきたいところですね。いや、しかしこのロブがうまいとこに行って、これうまっ、これでかいですね。でもこれぐらいしっかり粘っていかないと、白井くんからは全くポイントを取ることはできません。こんなにうなたれてる白井くん見れるのもこの YouTube だけですからね。まあ、ただシンプルにバックに集めるだけだと回り込んでいかれたり、だんだん慣れてきちゃうんで、うまいところこういうスライスをですね、バック側にも混ぜながらいくと、ちょっとでかいですね。これはでもこれでなんとかキープしてワンツーですね。まあ、ちょっと、ボールの質を求めすぎて速いテンポで打ちすぎていたので、こういう風にもう徹底してやっぱ自分のテニスをやることが大事だと思うんで、白井くん相手にもう焦らず前に出てきたらしっかりロブ、まあ、こんな感じでちゃんと緩い展開でできるだけしこれてリターンゲームをものにしていきたいところですね。今のブロックリターンでなんとか返ってロビング、ただこれもスライスの打ち合いになる。ここも相手のバックにスライスをしっかり打って、このアプローチがきついが、ここもまたロブで返して、なんかスライスのスマッシュうまいな。これはでもボール1個わずかに合うと、ちょっと振り切りがやっぱ足りないので、バックのやっぱスピンをね、もうちょっと左の手首をしっかり使って打っていけるようにしていきたいところですね。まあ、1セット目に比べればだいぶリターンがちょっとずつ入るようになってきて、少しずつ展開が作れているんで、この調子ですね、ちょっと行きたいところなんですけど、ただこのアドサイドのセカンドサーブですらこの威力、これ本当にちょっとコートに立ってみるとみんなわかるんですけど、マジで取れないんですよ。そしてこのボディへのフラットサーブ、もうこの緩急の使い方がうますぎるのと、フラットサーブの威力がえぐくて思わず声出ちゃいましたね。マジで早かったです。はい、この辺も、まあ、ちょっと悪い展開ではないんですけれども、
ちょっとなんとか粘っている展開。チャンボーに足が動いてない、変なところですごい変な打点で打っちゃってますね。今のはもう一歩前に行くか、ちょっとしっかり下がってつなぎに行くか、ちょっとしっかり、中途半端なプレーだけはなくしていきたいところですね。はい、でストロークの展開になった時にやっぱ速さにこうビビって、前に体重がいかないっていうことが多いので、ちょっとでもしっかり踏み込んでラケットをしっかり振っていくのが必要で、まあ、今のはちょっとミスになってしまったんですけれども、あれぐらい細かく踏み込んでちゃんと大きく振っていけば次は入ると思うんで、まあ、悪くはないと思います。ああいう展開を増やしていきたいところですね。でも早い展開をしないっていうのを決めたので、こういうもう徹底した中ロブとかロブ、そしてフォアも早い展開じゃなくてスライスで相手が打ちにくい展開をできるだけ作っていく。このフォアスライスで粘る。ただこのバックのスライスが、まあ、あんなとこにね打たれて、まあ、読まれやすいんで、ああいう展開じゃないですね。ちょっとまあボールも短かったんで。はい、ただここからはね、失点してももうスタイル変えずに高いボール、ハイボールを使って今みたいなボールで攻めていきたいところ。フォーティオールなんとかして取りたいんですが、これがねクソいいサーブだったんですけど、クソいいとこに返されてグランドスマッシュをミス。結構勝負どころだったんで、しっかりフォーティオールでサービスダッシュもしてめっちゃいいサーブ打ったんですけど、さすがにあそこに返されるのをディフェンス力がちょっと高すぎる。はい、ただまあ1セット目と違ってですね、まあ、ちゃんとラリーする展開にはなってきているんで、リターンも少しずつ返せるようになってきているので、まあ、これは悪くはないと思うんですよ。ここでもねもう前にいるの分かってるんで、しっかりロブ、ナイスボール、これチャンボを必ず決めたいところが、はい、ですね、ちょっとお腹がめちゃくちゃ痛くて、正直ちょっと暑さと汗で体が冷えてめちゃくちゃやばいような感じになっています。まあこれ気を取り直してですね、もう15オール。はい、でこのポイントはですね結構壮絶なラリーになるんで、今みたいにしっかりスライスで深いところにリターン返せば、こういうラリーの展開に持っていけるので、でフォアでちゃんとバック攻める、でフォアでもうバック攻める、これで粘っていく。これ甘い、ちょっと短くなっちゃってロブで返して、これをポーチに行く、アイスマッシュポーチに行って、これマジで当たるかと思いましたね。でしかもこれ後日談なんですけれど、お互いボールの行方見てないんで、今入ったかどうかちょっと分かんないけど、もう感覚的にアウトだったんで、顔面の横を通り過ぎたことがでアウトってことにしたんですけど、動画見てもやっぱりアウトだったんで良かったっす。そしてですね、これなんとか、このゲームをブレイクしたいところ。そしてこのサーブをチョン、こういうメニューとアングルになんか入って、初めてですかねブレイクしたの。はい、で白井くんのサービスゲームを初ブレイクしたところで、ちょっと時間になっちゃったんで 2-4 で終わったんで、今回はここまでになります。